ブレイク級防護巡洋艦は、イギリス海軍が初めて建造した防護巡洋艦の艦級で、イギリス海軍では一等防護巡洋艦に類別し2隻が建造された。本級は、イギリス海軍が自国の通称ロ保護と植民地警備を主任務とする一等巡洋艦として1887年度海軍計画において2隻が設計・建造された。全級である一等巡洋艦、 オーランド級は原則走行を有していたが5600トンの小型の船体に 254mm 走行を原則に張ったために設計時よりも船体が沈下して原則走行が水面に出ない設計ミスがあったことから設計士官ウィリアム・ホワイトは原則走行をすべて廃止して原則の防御は石炭で行うという画期的な設計を行ったこの航路より 機関技術の向上により搬送に頼らず機関、航行だけで長距離航海が可能となったために、原則に長大な石炭庫を設置した。新型機関は当時、タグ用未内2万馬力という高出力で、最大速力は22ノットに達した。しかし、機関の強化は、関係の大型化を招き、排水量は全土9 0 0貫並みの9150トンに達し、建造費が高価なものとなって、 大量建造が難しくなった。本級以降からイギリス海軍ではより本級データ技術をもとにして小型で経済的な二等巡洋艦を多数整備した。本級は第一次世界大戦時にはすでに旧式となり補給船として運用された。二番艦、ブレニムはガリポリの戦いで地中海派遣軍を支援しヘンリー・オブ・バッテンバーグ及びチャールズ・タッパーの死去に 最してはその遺体を本国へ搬送した。本級のブレニム。船体は平ら乾板型船体である。水面下に昇格ライフル砲棒立てのついた単装砲がで一機配置した。その背後の司令塔の上に、両脇に船橋を持つ操舵環境と短脚式の全部マストが立つ。船体中央部に二本煙突が立ち、その周囲はキセル型の通風塔が立ち並び、その外周は、 関西艇置き場となっており、日本一組のボートダビットが片言二組ずつ、計四組で運用された。原則甲板上には、複方の 15.2cm 速射砲が棒立ての付いた単装砲がで、片言五機ずつ、計十機を配置した。三番煙突の後方に、後部マストと後部環境が立ち、そこから甲板一段分下がって、 後部甲板上に 23.4cm ライフル砲を棒立ての付いた単装砲がで一機配置した。この武装配置により、監視方向に最大で 23.4cm 砲1門 15.2cm 砲2門減速方向に最大で 23.4cm 砲2門 15.2cm 砲5門完備方向に 最大で23.4センチメートル砲1門15.2センチメートル砲2門が試行できた本級の主武装は1881年型マーク623.4センチメートル砲を採用したその性能は172.4キログラムの砲弾を最大行角15度で1445メートルまで届かせられ射程5490メートルで 方針の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶断、装填は主に人力を必要とした。方針の上下角度は、行角15度、不角5度で、左右の旋回角度は、甲板上に配置したものは150度であった。発射速度は1分間に1発であった。本級の副武装は、1901年型マークセブン1 5 2トル砲を採用した。 その性能は、45. 4 5 4ラムの砲弾を最大行角20度で1 3 3 5 0ルまで届かせられ、射程2 7 4 0ルで原則走行5 1トルを貫通できるとされた。砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。砲身の上下角度は行角20度、不角のなどで、 左右の旋回角度は、甲板上に配置したものは300度、原則配置のものは160度であった。発射速度は1分間に5から7発であった。他に、耐水雷艇迎撃用に近接戦闘用としてこの、時代、対艦攻撃用に45.7センチメートル、水上、水中魚雷発射管を、計4機装備していた。ありがとうございます。